聞いていなかったのですか。私がこの大会で優勝したら、葉月お嬢様と結婚して道場を継ぐことになっているのです。僕、シーダと一緒になれないなんて絶対嫌だ。君も東進大会の出場者か。はい。忠告しよう。優勝するな。絶対東進になってはいけない。くそ、ここから出せ。そこで餓死するまでおとなしくしているでちゅ。その後で君の体は僕が有意義に使ってあげるでちゅ。くそ、このままじゃ次の試合に間に合わない。葉月、どうして？僕、シードが帰ってないってセレーナに聞いて、そしたらいても立ってもいられなくなって、シードがいなくなったら僕どうしたらいいか。僕分かった気がするよ、シードの強さが。そして僕もシードと同じように強くなりたいってそう思ったんだ。葉月、だからシード、絶対優勝してね。ずっと一緒にいるために。操られていたとはいえ、あなたにはすまないことをしました。ですが、この体が朽ち果てるのも時間の問題。私の最後の戦いを悔いなく戦わせてください。はぁ、行くよ、葉月。大丈夫、葉月？でも、とうとう僕に勝ったね、シード。自分でも信じられないや。一生懸命修行したからだよ。そうかな。僕、もしシードが僕に勝ったら、あげようと思ってたものがあるんだ。俺に？うん。手を出して、目を閉じて。うん。今のは？水原風の剣だよ。でも、風の剣は水原流を継ぐものしか。シードは僕より強くなったんだから、持ってて当然だよ。葉月。その程度の技では次の対戦相手ガジには到底かなわないね。何？お前は一体？ガジは我がジャパン国随一の使い手だった男だ。私ですら奴を傷つけることはできても殺すことはできない。だが主君を裏切って国を捨てた雫姫とガジを殺すのが我らの使命。そこで貴様に提案だ。我らに代わってガジを殺せ。いかな奴が使い手であろうと敵図を追っていれば貴様でも倒せよう。そして奴のパートナーである雫姫をお前の慰み者にするがいい。ジャパン国の姫君として育った雫ならば、体を汚されれば自ら死を選ぶに違いあるまい。バカな、そんなことできると思うのか。それはどうかな。あ、待て、シード。気をつけてね。
つが我が国最強の剣士だな。雫姫をお守りするのが私の使命だ、鈴矢。そのためには主君を裏切るというのか。私の主は雫姫だ。その姫が政略結婚を嫌って国を捨てるなら、私も姫をお守りするために国を捨てる。ガジン、あなたは私の気持ちなど。貴様と斬り合っては私もただでは済むまい。だが貴様と雫姫を殺すのが私の使命。私に関わるな。情けは無用でござる。おかえりシード君。あれ、葉月ちゃんは？え、葉月とはだいぶ前に別れたけど。葉月！やっと来たね、坊や。卑怯だぞ！葉月を放せ！それはお前次第さ。我らは約束通りガジに深手を負わせた。私の部下は皆死に、私ももう動けない。あとは貴様が奴を殺してくれればすぐにでもこの娘は離してやる。俺はそんな約束をした覚えはない。お前に選択の余地はない。くそ。私を殺さねば、私は世界の果てまででもあの二人を追い続けるだろう。なんでそうまでして。貴様に、貴様に己の愛する男が主君を裏切ってまでも他の女を選んだ、この悔しさがわかるか。シリド、お願い、行こう、葉月。あなたはどうしても勝たなければいけないんでしょう。相手の怪我を気にしてそれで後悔してもいいの？さすがに強いや。でもやっぱり怪我のせいかな、身が甘い。
ジは負けたのですね。ごめん、だけど俺も負けるわけにはいかなかったんだ。謝らないでください。みんな勝つために戦っているのですから。うん、ところで何もおっしゃらないで。分かっております。ちょっと私、歌詞を愛しているのです。あの人以外の殿方に抱かれるなんて私にはできません。もういいよ。俺だって好きな女の子が他の男に抱かれたりしたらすごく嫌だし、ガジさんの気持ちも君の気持ちもよくわかるよ。ガジさん怪我してるけど大丈夫だから、二人で幸せにね。はい。とうとう決勝だね、シード。水原烈の剣、決勝まで勝ち進んだシード君へ私からのプレゼントよ。風、烈、天の3つの剣はそれぞれ3すくみになっているの。この剣を使えばビルナスの持っている天の剣を封じることができるわ。あとは風の剣と魔法を使えばビルナスとも互角以上に戦えるはずよ。自信を持って悔いのないように戦いなさい。ありがとう、セレーナ。シードさん、試合の時間です。はい。これより本年度東進大会決勝戦を行います。鬼の門よりビールナス入場。シード入場。ここまで勝ち上がってきた。お前の努力、称賛に値する。だが勝負は別だ。手加減はしない。行くぞシード。
優勝はシード。信じられないや。だってシード強くなったけど昔のままだもん。明るくてまっすぐで優しくて僕の好きなシードのままなんだもん。そんな風に言われると恥ずかしいよ。そういうところも昔から変わらないね。ハズキをお嫁さんにするために道場に帰れるんだ。ハズキ、もう絶対離れない。明日刀身の館に行って市長に会った後すぐに宿に迎えに行くよ。待ってる。ハズキ。シード。また立っちゃった。やだ、もう。あずき。何？もう一回、いい？え？今度はあずきも行かせてあげる。
あ